また番組冒頭でもお話し,しました通り、今日は髪を切ったということでお送りしていきました。<laughs> アンケートでですね、そう、もうちょっと起きてますね。はい。皆さんってヘアスタイルいかがですか変えてますか私はずっとこの4年間ですね。昨日までこのぐらいの長さだったんですよ。結構長かったんですよね。長かったんですけれども。なので。 10センチぐらいは切ったっていう計算かもしれないですね。<laughs> いやだいぶ思い切りましたよね。自分で言うのあれですけれども、10センチ近く切ったと思うので、うんだいぶ印象変わったと思います。あ、昨日切りました。あ、ご一緒ですね。私も昨日のそうですね。お昼頃に切りまして快適に過ごせております。ドライヤーの時間も。 かなり短縮できましていや20分30分は軽くかかってたんですよ前までの髪型ですとねあのでずっとドライヤー当て続けると髪が熱くなっちゃって痛みそうだったので一回休憩入れたりしてたんですよね今はもうこの短くなってから5分で乾きますの5分長くて10分ですねうん楽になりました <laughs> 時間の確保大事ですよね、うん。皆さんも好きなスタイルで過ごしていただきたいなと思うんですけれども、そうゲームの時間も増えそうですね。最新の気象情報について山口さんとお送りしていきます。<laughs> よろしくお願いします。お願いします。ドライヤーのお話なんですけれども、はい、山口さんは髪の毛、うんうん、乾かすときドライヤー使えますか？使わないです。使わないですか？ え、ずっと使わないですか。ずっとです。え、それで乾かしますか。自然乾燥です。自然乾燥で、え、でもいつもしっかりこうスタイリングされてますよね。いや、もうあの風呂上がって、はい、こう分けて、はい、びっきり分けといて、ええ、乾ききるまで。え、それで寝癖とかつかないんですか。あ、つかないですね。え、すごい。なのである程度乾かないと寝られないんです。 乾かないと寝られない。<laughs> あ、じゃ時間かけて寝てるんですね。<laughs> そうですね、うん。え、どのくらい乾くのに時間かかります？なるほど、三四時間ぐらいじゃないですか。三四時間もかけるんですか？<laughs> え、あれあ結局あれアンケートってどうなったのですか？アンケート、うん、あの使わないが多かったんですよ。え、うん、びっくりしちゃいまして、なんかカツポーズされ <laughs> てますけど <laughs>、えー。え。 意外じゃないですか。いや、私にとっては、もう全く意外でも、なんでもないで。え、もうずっと使わなかったですか、学生時代も。ないです、ないです。いや、えー、もう、もうそれこそあれですよ、これ、何十年シリーズの中でもね、<何>相当長期なやつです。<laughs> 何十年ですか。えー、中学とか、そんな、頃にも、ドライヤーは手元になかったで。えー、でも数十年とかじゃないですか。三十五年、四十年近い。これから、気温もぐっと下がるので。えー しっかり乾かしてほしいですよね。<あ><来>そうですね。はい。<laughs> 皆さんは、あの。皆さんは。いや、山口さんもしっかり乾かしたほうがいいですよ。<笑><笑>私は。まあ、ここの三十数年。のあれに習って。ね、今までどう。何年シリーズでも、一位に争えません。もしかしたら。そういますよ。ドライヤー歴なんてもう、小学校の時でさえ、使ってなかったと思います。じゃ、あ私が山口さんの新たな。 一部を発見したということですね。はい、す新たな魅力は発見しました。皆さん。一。記録更新しました。記録更新しましたか。<laughs> 発掘しました。トライアという盲点ですね。うん。まあ、しっかり、皆さんは。しっかりね、<れ>乾かしていただければと思います。